あなたの町にあるチーズチーズカフェ函館チーズ料理専門店。こんにちは、函館 YouTube です。本日走っているのは中道本通りの方かな。お弁当屋さん、激安お弁当のキッチン腹ペコさん、これを超えまして右に曲がります。そうすると見えてきました、蕎麦屋さん、蕎麦工房匠にやってきました。先ほどの大きな道を曲がって奥に行くと、こちらの蕎麦工房匠さんが現れます。こちらのお店は駐車場もしっかりあって、お昼の時間帯になると結構混み合ってるので、なかなか人気のあるお店なんじゃないかなと思います。もともとは松倉さんというお店を引き継いだという話を聞きました。外にもこうしてカラーで見やすく、メニューが置いてあるので、ちょっと入る前に見てから悩んでもいいかもしれないですね。それではお店に入っていきます。店内に入るとカウンター席と、あと左手にはお座敷ですね、小上がり席。なかなか広いお店で、今回はカウンターもちょっと空いてるんですけど、テーブル席に座らせていただきました。時間の方がもう今の時間が2時くらいですね。なのでだいぶ落ち着いてる時間帯だったので、こちらでゆっくりと食べさせていただきます。そろそろ暖かくなってきたので、冷たいお茶をいただきながらメニューを見ていこうと思います。メニューは左上から、温かいそば、温かいうどん、かけそば、たぬきそば、月見、卵とじそば、天玉コロッケそば、かしわ肉そば、かき揚げ、とろろ、五目山菜、カレー南そば、チーズカレー南そば、カツカレー南そば、いろんなメニューがありますね。こちらが天玉コロッケそば、すごいボリュームで美味しそう。ラーメンもあります。盛り、ざる、塩、醤油、味噌、五目、あんかけ、カレー南、冷やしラーメンありますね。他にもカレーライス、チーズカツカレーライス、カツカレー、いろいろ揃ってます。こちらが冷たいおそばですね。まあメニューを見たところ、一般的なメニューがあって、お値段も本当特別高いわけでもなく、お手頃だと思います。丼物がすごい、チーズ卵、親子にチーズ親子丼、とりあえずチーズを入れるのがお蕎麦屋さんではあまり見ないのでいいですね。営業時間はこうなってます。後ろの方には、別カツ重、すき焼き、そば弁当、そばうな重、生姜焼き定食などありますね。それでは注文しようと思うのですが、こちらのお店はカレーナンそばが美味しいという話を聞いたので、カレーナンそばを注文。そしてさらに生卵が40円というこの時期にしては破格なので、いただきたいと思います。すいません、カレーナンそば来てください。はい、はい、あ、すいません、あの生卵も追加してもらっていいですか。はい。今ですね、2023年の5月ぐらいなんですけど、卵の値段がとても上がってて、1パック250円とか300円とかするんで、とても貴重です。なのでちょっとこのお店に来た時に卵を頼んでみました。それでは蕎麦工房匠さんで頼んだカレーナンそば、そしてトッピングで生卵ですね、こちらをいただこうと思います。まずはとろみ、すごい、本当にすごいとろみです。これ伝わります。しかも激アツです。これは美味しいはず。それでは早速いただこうと思います。いただきます。そばのちょっと大きさなんですが、割り箸で測ると大きいです。器が大きい、深さもある。そしてね、このとろみ具合、中から麺を出すのがちょっと大変なぐらいですよ。この熱々、めちゃめちゃ熱いです。熱い、とにかく激熱で
だけどさすが口コミでも書かれてるくらいカレーナンは人気の味ですね。あの動画でも伝わると思うんですけど本当に熱いんですよ。この湯気感わかります？しかも猫舌なんでなかなか食べれない。鶏肉大きいのがゴロゴロっと入っています。そして濃度、このレンゲが立つんじゃないかなと思ったんですけど立ちましたね。すごいです。なんかどっかのラーメン屋さんとかでありますよね、濃厚すぎてレンゲが立つってね。まさか蕎麦屋さんでできると思わなかったです。さあここで登場します、生卵です。生卵は平らなところで割ります。いきますよ、綺麗にいけるか。よし、うわキラキラと黄金色に輝いております。元気な卵だ。この生卵を崩して混ぜていきます。どうです、うまそう、うまそうだ。しかも卵が入ることによってちょっと温度が下がるので食べやすいんじゃないかなと思って一気に食べてみたいと思います。めちゃめちゃうまそう。うん、これは絶対卵入れた方がうまい。そして全然熱いです。卵一つじゃたくみさんのカレーナーは冷めません。カレーナーもそうですけど熱いもの食べた時に飲むねお茶がめちゃくちゃうまいですから。そしてもうそろそろ本気出しますね。脱いで食って服を脱いでそばを食う、幸せだ。まあ暑い時にね食べるカレーなんていうのもまたいいかなと思います。いや食べた、うん、熱っ、ごちそうさまでした。うわ腹いっぱい。ちょっとねさっきの生卵入れたじゃないですか、白身がちょっと固まってんすよ。あのつゆの暑さで白身が固まってます、ね、ごちそうさましてからのこのスープがうまいんですよ。なんなら残ってるからねご飯をぶち込んでもグッていきたいんですけど、ちょっと今日は暑さと辛さとで食べれないそうなので、もし俺が食べるよっていう、私が食べるよっていう人がいたらカレーナンに卵そしてご飯ぶち込んで食べてください。今日の合計金額、カレーナンが820円、卵が40円、合計860円でした。とても美味しい有意義な時間でしたね。もともと松倉さんが、そうです、はい、はい、すいません、お仕事です、あ、どうもありがとうございます、はい、もう、はい、というわけで本日はそば工房たくみさんでカレーナンと生卵をいただきました。カレーナンに入れた生卵、黄身のまろやかさが最高の組み合わせでした。とても熱々で最後まで美味しくいただきました。ありがとうございます。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。もし動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価ボタン、あとはコメントなんかもくれると嬉しいです。あとはですね、今から、3年ほど前から YouTube の活動を始めています。3年間飲食店をずっと紹介してきたんですが、これからはいろんな函館の企業様を紹介していきたいなと思いますので、飲食店の紹介はもちろんやっていきますが、その他にも週に1回、まあ、2週間に1回とかかな、いろいろな企業のお店、例えば、新しくオープンする理容室とか、あと美容室、サロン系とか、あとは何でしょうかね、不動産会社とか貴金属を売るとか、そういった
頑張ってる企業様を応援したいなという気持ちでまだまだ続けていきますのでよろしくお願いします。もし皆様の周りでこう新規でオープンするお店とか応援してほしいなっていうお店があったらコメントなんかくれるとちょっと連絡を取ってご紹介したりしたいなと思います。その時にはいろいろ説明させていただきますのでぜひ皆様よろしくお願いします。それでは改めて最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いします。